今ぞすごい人気声優ですね。もうみんな死ぬ気で影やってろ。やってみんなでまずはジャイアントシャドーマンを呼んでみましょう。いきますよ、せーの。出てくるぞ。こんばんは、またお会いしましたね、ジャイアントシャドーマンです。拍手がないぞ。ジャイアントシャドーマン、今日はちょっと気取ってお化粧綺麗。ジャイアントシャドーマンは何でも変身が可能なんだよ。例えばこれ。キノコ。散歩は楽しいな。散歩しすぎて少しお腹が減ったな。あ、こんなところに少し動くキノコが。おいしそうだな、食べてみよう。むしゃむしゃむしゃ、うんうん、あ、なんだこれは。正解は毒キノコでした。シャドーマンちょっと疲れてたみたいだね。さあそれじゃあここでリクエストコーナーだ。何がいいか手を挙げて言ってもらおう。はい、それじゃあその緑の服を着た元気のいい子。バナナ。バナナはね、試したんだけどダメだったよ。他にないかな。はい、じゃあその黒いトレーナーの君。タコ。わかった。過半数以上タコのようなので。誰だ今言ったやつ。嘘をつけてたやつ誰だ。それじゃあタコに変身。ちゃんと黙ってみとけ。じゃあタコジャンプします。せーの、はい、せーの、はい。おい君たち、そんなに僕を見るなよ、照れるじゃないか。でへへへへへ。おい笑えよ。タコおしまい。どうだったかな、ジャイアントシャドーマン。何にでも変身したね。あんまり苦情が多いともう来ないぞ。それじゃあみんなまた来週。はい、バイバイ。バイバイ。バイバイ。内村さん、客の5人しかバイバイしてなかったですよ。あとの子怒ってました。影の時代は来ないんですかね。少年たちやりましょうよ。内村さん、虫歯。聞きました、あの子供の声。またさあ君も影絵で我々シャドーマンに挑戦しないか。一
人でもグループでも OK。 最も優秀な影絵には100万円をプレゼント。どんな影絵ができるかみんなで考えて送ってね。